本日の最終試合、女子78キロ超級決勝戦の開始がコールされました。カードは児玉ひかる選手対富田若葉選手。白の柔道着、児玉選手は東海大学の4年生。この日は1回戦で久米田晴乃選手を指導3、準決勝は高橋瑠璃選手をこれも指導3で下しての決勝進出。一方の富田若葉選手、この日は1回戦井上あかり選手に大外刈り1本、準決勝は稲森奈美選手を指導3の反則で退けて決勝にたどり着きました。試合が始まりました。富田選手が右組み、児玉選手が左組みの喧嘩四つ。児玉選手は両襟、富田選手その釣り手の狭めようとする児玉選手の釣り手を内側から弾き返すような形で力を込めています。児玉選手内股、富田選手が耐えて児玉選手が伏せ落ちてます。そばで見てるかもしれないんですけど、はい、非常にこう音がすごいですね。ファーストタッチの当たる時の音、そうですけど、歯と弾いた時の音ですね、伝わってきますね。はい、バチバチです。はい、児玉選手に一つ指導が与えられました。児玉選手料理ですが、富田選手落ち着いて引き手で袖を持ち返しています。釣り手の状況はどうでしょうか、西山さん。そうですね、今ちょっと児玉選手の左手見えないですが、児玉選手は 今の形ですね。これで五分五分かなというところです。はい、お互いに概ね欲しい組み手からの足技の打ち合い、富田選手が先に耐えようとして出てきました。児玉選手大打ち小打ち、相手の足の内側で大打ち狩り小打ち狩りと同じ足を振る技術で崩しに行きました。児玉選手としては大内刈り内股、富田選手としては体落としでポイントを取りたいところだったんですが、先の試合もこの組んだ後のプロセスですね。双方に消極的試合姿勢の指導が与えられましたので、児玉選手はこれで指導に。富田選手、国際大会では片襟の技をたくさん使っているんですが、今日は釣り手をこの試合がっちり持ちに行ってますね。そうですね、しっかり組んでるというのが印象ですね。それに組めばまたしっかり一本取れる技を持っているので、おそらく組んでからの展開というものも考えているんじゃないですかね。はい、釣り手をアゲンとしたところに富田選手が釣り手をアゲンとしたところに児玉選手が先んじて内股でした。両襟で寄せます。富田選手でも巧みに力を逃がしながら、そうですね、児玉選手も力いっぱい柔道するタイプじゃないですからね、はい、非常にお互い柔らかい柔道するので、富田選手も基本的には対戦相手の方が背が高いということですから、慣れてはいるかなというところ。富田選手、引き手を伸ばして誘うというか求めに行ってます。指導自分が勝っている状況ですから、これでいいわけですね。そうですね、富田選手はそこで体の試合をするべきではないんですが、最初一つ首を、ね、ちょっとうまくルールを利用されてしまったというところでしょうか。はい、両者に取り組まない指導ですね。テクニカルファールをきちんと的確に取っていきました。試合時間3分2秒、富田選手が指導3での勝利となりました。
的確なテクニカル の、まあ、あの心配の判断があったとは思うんですけど、ただこの2人本当にいい技持ってるので、まあ、一ファンとしては見たいなっていうのがありますよ ね、正直な気持ちはそこにあります、はい、最初のシード1つが勝敗を分けてしまった形になりました。そうですね、いやでも本当に投げで決まらないかなと思った対決でしたが、78キロ超級は富田若葉選手の優勝で終了となりました。これで本日の全ての試合が終わりになります。まもなく表彰式が行われます。今年もここ福岡で見事優勝を果たしました富田若葉選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。優勝して今の気分から教えてください。嬉しいです。ちょっとね複雑な表情にも見ましたけどもこの階級は曽根選手朝比奈選手も大会直前に欠場することになりました。そういった中でどんな柔道を見せたいと考えていらっしゃいましたか。まあ、1試合1試合集中して、まあ、戦いたいなと思いました。いかがでしょうか。難しい試合も多かったと思いますが大会全体を振り返っての試合運びはいかがでしたか。1回戦からまあ動きは良くてで、まあ、後半は組手でちょっと慎重になりすぎたかなって思います。
富田選手は去年世界選手権の後に膝の怪我もありまして手術も経験されました。そういった意味で怪我を乗り越えての優勝でまた去年とは思いが違うかと思うんですがいかがでしょうか。そうですね、両膝手術してで1ヶ月ぐらい足つけない時期もあって結構リハビリもきつかったんですけど、やっぱりパリオリンピック目指しているので、そこは、乗り越えなきゃいけないなと思って乗り越えていかないといけないなと思いました。今パリオリンピックという話が出ましたけれども、この階級には素根選手でありますとか朝比奈選手がいます。まだ戦いは続いていきますが、今後はどういった柔道を見せていきたいですか。今後どういった柔道を見せていきたいですか。やっぱり勝たなきゃいけないと思うので、どんな形でも勝ちに行きたいなと思います。さらに世界選手権今年もし出場した場合の目標でありますとか最後に教えてください。今年の世界選手権もし出場した場合含めてその先へ最後に思いを聞かせてもらえますか。世界選手権選ばれたら、しっかり勝ち切って、その先のパリオリンピックにつなげたいと思います。見事今年も優勝を迎えました富田若葉選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。